先に星を取られた日本は次鋒高松雅弘です。ユニバーシアードの銀メダリスト高松、筑波大学の4年生、相手はボーノム。まずは釣り手を取りました高松。そして背負っていく一本背負い、素晴らしいですね。高松はなんと3。さあこのシーンです。一本背負い見事に決めて高松雅弘1対1同点に追いつきます。